はい、どうもプレイヤータカーです。今回は8月新ツムクイーンツムの2体目ブライアン・メイのプレイ動画となります。このツムも先ほど出した動画のロジャー・テイラーと同じくジャイロで消去数が伸びるツムとなってます。今回もジャイロありなしでどれだけ差がつくのか検証していきたいなと思います。今回のブライアン・メイはスキルマックスで54とコインアイテムでコイン稼ぎ比較としてしていきたいなと思います。それではブライアン・メイ、ジャイロありなしコイン稼ぎ比較動画でレッツトゥムトゥム。
はい、ジャイロありなしコイン稼ぎ比較していきましたけど、これは圧倒的な結果でしたよね。ここでね、補足なんですけど、このブライアン・メイ、コイン補正がね、かかってます。やっぱり大量消去の積むには補正がつきもんですよね。最近のね、この積む積むあるあるでもあります。はい、では話は戻しまして、先ほどのコイン稼ぎの結果を見てみましょう。ではこちらです。ジャイロなしの場合、3944コインに対して、ジャイロありの場合は5070コイン。この結果を見て、圧倒的にジャイロプレイの方がいいという結果になりました。またジャイロ角度なんですけど、野獣と同じ感じで一時方向に傾ける感じが自分の中ではいいと思います。補正がかかっててもジャイロプレイでコインは稼げる積むとなってますんで、ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか。では動画の方は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。